ビデオカメラのデータ復旧を行いました。新潟県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR-CX500。 ビデオカメラが故障し電源が入らなくなってしまった状況です。データ復旧処理を行い、2時間50分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。